まあ、先ほど原口さんが言ったんですけど、うん、やっぱりね、なんでああなったのかと、ライティングが違うんですよ。ライティング、うん、それは何かというとね、実は美術館って基本的に絵を見せる場所なので、白な、白いんですよ。床も白いし、はい、天井も白いし、これも白いし、でそこになるべくその、まんべんなく影が落ちちゃいけないんで、フラットなライトがなされる場合がすごく多いんですね。ところがここはね、美術館じゃないんで、だから、ちょっとあんまり関係なくイベントスペースとしてあるんですよ。だからある意味、本当今までと違うライティングのアプローチが、その、ものを置いたらそこにどうその光を当てるかって、まあ皆さん、見えてて当然だと思いますけど、本当ね、上見ていただけると、上にライトが山のようになって、途中で足りなくなってね、あ、そうですか。っていうようなこともあったらしいんですけど、うん、そのぐらいなんだろう、丁寧に一つ一つに、いくつかの方向からって、それぞれ全部違う形でライトを当ててたりするんで、うん、本当に見比べられる方も、もう見たか、機械コンピューター見ていただいた方も見比べられると思うんですけど、本当に全然違った見え方をしていて、それとあと当然場所も違うんで、レイアウトを変えてるわけですよ。そういった中でね、今までもっと美術館とかだとパーテーションってその壁でいろいろ仕切って小部屋が多いんですよ、うん、小部屋の中でどう組むか、その部屋が多いから部屋の中でテーマを一つ決めてっていうふうにやったって、今回すごい広いスペースなんで、ある程度壁を取っ払ったら自然全体がドーンと見えるみたいな、その辺のなんかね、空間の面白さなんですね、うん、で特にね、メカゴジラですねゴジラをピンチに陥れた1975年に制作されたメカゴジラ学習図映画ですとか、機械でできたゴジラが出てくるんですけど、それもね、展示場所が今まで違ったけど、今まではね、角にあったんですよ、壁を背にして正面しか見えなかった。今回、ね、ど真ん中にあるんでね、後ろが見えるんですよ。何を言ってるんだと思いでしょうか。いや、そんなことない。いや、でも宇宙船がちゃんとバックしできるっていうのは大事ですね。それはもう怪獣も女の子じゃ同じですね。それをメカゴジラの後ろ姿を見て、あ、その奥にゴジラが見えるってなると達人なわけですよ。75年型のね、ちょっと目がピリッとしたゴジラがやってるのが見えてるんですよ。だんだんそのメカゴジラの後ろ姿を見てると、まあ、俺だけか。いや俺も見せない。今日お越しのお客さんも、あ、分かる分かるって方もね、多分いらっしゃると思う。いやでも本当にメカゴジラ のレイアウトも今回が一番いいね、はい、最高だね。だからもうなんか舐め回すように見れるというか、本当にだから皆さん触らないでくださいね。くれぐれも触らないようにね。触ったりちょっと外して持って帰ってしまう。あと、ひぐちゃんが言ってくれたその展示スペースは、で、のことなんですけど、実は今回、今まで3回で展示してないものを、数点、みたいなことなんですけど、はい、名古屋、以前は見れなかったものが、2点ほど、今回、追加展示されておりますので、ちょっと上を見たいね。あと、これ意外と重要なことなんですけど、今までってその、まあ、飛び人形と我々呼んでるんですけど、釣って飛ばすだけ のミニチュアがあるんですよ。特にウルトラマンとかウルトラセブンの飛び人形というものがあって、それは今までずっとその目の高さにあるところに置いてあったんですね。本来は飛ぶものですから吊るしたいってずっと言ってたんですよ。でも落ちたらいけないしなみたいな、そういうね、いろいろな問題ができなかったのが、やっと今回クリアできたので、飛ばせる、本当に飛び人形を飛ばせられるって結構。いや、とても飛び人形と、その新たに、ここでは言いませんけれども、今まで飛んでなかったものと、はい、吊るされてますけれども、とてもいいです。本当に、やっぱりこういう特撮の日程を美術品として見てもらう、っていうことが、まあ、僕の中ではそれくらいの考え方だったんですね。やはり特撮のミニチュアってものが、そのモネの絵だったり彫刻であったり、なんかそういう美術館ってものに展示されることによって、
ちゃんと美術としてその認められるということがとっても、でそれはもう館長であるアマゾンもまさに言ってくれて、まあ、東京都現代美術館から始まったんですけれども、でも今回その美術館で美術品として見てもらうってその心意識は変わらないんですけれども、やっぱり特撮で使われたものは、ね、飛んでるウルトラマン、いや飛んでるあれはね、やっぱり飛んでた方がいいなっていう、本当に響いちゃうみたいですね。もちろん一日中それ撮ったんですよ、飛んでるやつを。飛んでる、飛んで、飛んでない、釣られてるやつを飛んでるように見えるかなって、ずっと全部皆さんすみません、皆さんやっちゃいけないんだけど、副館長の権限でずっと iPhone の動画機能でずっと撮ってたんですよ。私的にやったことで、ダメなんです。あの目線より高い場所の展示がね、今回結構増えてるんで、うん、あんまり下ばっかり見てると見逃すと思いますから。そうです、まあ、ついつい入り口がバーッとあると下ばっかり見ちゃうんですけど、ふと上を見ると、そうですね、まあ見逃したらもう一回ね、